皆様お待たせいたしました。それではこれより予選 B 択1回戦の模様をお送りいたします。実況は私素直正和、そして解説はお二人猿川プロとさつきプロです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそれでは早速予選 B 択各出場メンバーの意気込みを伺っていきましょう。インタビューは変わります。対局会場の木崎プロお願いします。はい、リポーター変わりました。最高位戦の木崎優です。はい、それでは早速 B 択出場者の方の意気込みを伺ってまいりましょう。じゃあこの方、はい、はい、まずは、はい、ちーちゃですね、菅原ひどいプロ、はい、はい、意気込みの方、意気込みというか多分ね、ちょっといろいろ聞きたいね。ピンマイクついてるからこうやね。そうですね、はい、ね、はい、よろしくお願いします。ちょっと事前情報調べさせていただいたんですけど、はい、事前情報、はい、はい、埼玉県出身ということで、はい、その得意技、特技だ特技が編み物と電卓っていうことなんですけど電卓って何ですか？あ、なんかその高校生の時とかに簿記とかの資格を持ってて、はい、電卓叩くの早かったんですけど、はい、あのそれ言ったの多分7年ぐらい前なんで。あ、そうなんですか。あの最近は電卓のもう見てないし、はい、叩いてないですね。そうなんですか。はい、すいません。ちょっとじゃあネットの情報が古かったみたいですね。ネットで調べてくれたんですね。ありがとうございます、はいはい、どうですか今日の。じゃあ意気込みをお願いします。そうですね、まあ、前回、去年のカボクイーンカップ2018は、まあ、最後、まあ、2着とかであの敗れてしまったので、今年はあのトップを2回終わってトップ取れるように一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ではなんちゃの大久保智美プロお願いします。よろしくお願いします。はい、では大久保さんもちょっと調べてきたんですけど、はい、福井県出身ということで、福井県って関西ですか？福井県は北陸です。あ、北陸、関西じゃなかった。関西、関西だと思って、はい、関西のメンバーだから応援しなきゃと思ってて。ぜひ、はい、応援してます。でも関西8年住んでたんで。あ、そうですよね。関西弁も、はい、喋れるんで、はい、ぜひ応援してください。じゃあぜひ関西弁で。はい、はい、でまた特技を、特技技を調べてきたんですけど、はい、一人遊びということで。あ、はい、どういうことですかね。私よく一人でどこでも行けちゃう、はい、一人ボーリングとか、はい、一人カラオケとか、はい、あ、ディズニーランドもまだ行ったことないんですけど行ってみたいなっていう感じで、はい、あ、そうなんですか。一人で遊ぶの結構。ディズニーランドですか？行きたいです。じゃあぜひディズニーランドに一人で、はい、いや、一緒に行ってください。あ、じゃあ一緒に、ひろちゃんと一緒に行きます。はい、では意気込みの方お願いします。去年も泉さんと同卓で、はい、泉さんが予選通過されたので、ちょっと神から与えられた リベンジの機会だと思って、はい、頑張ります。はい、じゃあぜひリベンジの方頑張ってください、はい、ありがとうございました。はい、それではシャーチャですね、シャーチャの泉ゆき子プロお願いします。はい、お願いします。はい、いろいろ調べなくても分かってるんですけど、東京出身で、うん、もういろんなタイトル取られたり、写真集、DVD と、もう書くことがね、いっぱいありまして、うん、ただちょっとネタになりそうな面白いのがあんまりない気がするんで、ね、あったんですよ。あった。あの、うん、得意技が筋に引っかかるということなんですけど、あ、これは得意技。そんなの書いてあった。はい、もうこのネットの情報で。まあそうですね、あの、はい、引っ掛け弱いですね、引っかかる。うん、弱いですか？なんか、はい、こう、まあ、自分がその両面を作ってリーチするスタイルなんで、はい、多分相手にも同じことを求めてるんだと思うんですけど。あ、そういうことですね。よく両肩から あの引っ掛けリーチとかに引っかかります。はい、今日は引っかからないように、はい、もう宣言したんでめっちゃ気をつけますね。手術がまず切らないわ。はい、では今日の意気込みの方お願いします。そうですね、あの本当放送対局に出させていただく機会が、はい、まあ、あのだいぶ減ったので一、はい、回一回がすごいあの楽しいというか、あの楽しみにしてきたんで、今日もあのいっぱい上がれるといいなと思います。はい、応援してます。頑張ってください。ありがとうございました。はい、それではペイちゃんの吉田彩乃プロお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。と、福岡県出身ということで、はい、今日も福岡の方から来られたんですかね。朝一の飛行機で来ました。すごいね、はい、飛行機ですか？はい、飛行機で来ました。大変ですね。はい、はい、そしてなんか歌うことが特技ということなんですけど、特技というか好きなだけ で、 あ、好きなんですか？何かあるともう一人で、それこそ一人でカラオケに、カラオケってなんか
すいませんでした、はい、そう好きな歌とかありますか。歌ですか。18番みたいな。最近は犬のおまわりさんが、はい、一番歌いますね。犬のおまわりさんですか。はい、はい、じゃあぜひちょっとあの大丈夫ですか、勝った際にはあの犬のおまわりさんを披露していただいて、はいはい、大声で、はい、楽しみにしてます。では意気込みの方お願いします。はい、放送対局が、もう2年半ぶりぐらいで、もうちょっとすっごく緊張してるんですけど、まあ、九州代表としてイーマージャンが打てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、はい、ということでこちらからは以上になります。須田さん、お返しします。木崎プロありがとうございました。さあ、ということで4人それぞれの意気込みを皆さんにはご紹介しましたけれども、あの吉田プロが歌うまそうなお顔だっていうね、佐々木プロおっしゃってましたけれども、はい、いました。佐々木プロは歌好きなんですか。 あんまり上手じゃないです。なるほど、はい。さあ、ということで猿川さんは上手ですか。猿川プロあんまりイメージないです ね、 それね。めちゃくちゃ下手なんですよ。 あそうですか、でも結構いい声ですよね。だからもうこの話題やめましょう。さあ、予選 B 択この4人のメンバーになりましたけれども、はい、どうでしょう、ポイント見どころあたりは猿川プロ。そうですね、さっきの A 択がねすごい、なんだろう、独走でしたから ね、今回は接戦じゃないかなって、はい、勝手に思ってます。はい、サスキプロは何か楽しみにしていることありますか、今回の対局。今全く同じこと言おうとして、はい、言われちゃったなって思ってますけど、でも、まあ、ちょっと気があってよかったなって思ってます。はい、意思疎通ができているなと、はい、いうことだと思いますけれども、すいません、まあ、先ほど A 卓の1回戦2回戦を終えて見事早川凛香プロが勝ち上がりということになりまして、まあ本当にあのトン1局の自分の親番からものすごいスタートダッシュを切りましてね、そのまま、まあ、うん、逃げ切ったという形になりましたけれども、はい、まあ、猿川プロの予想、サツキプロの予想も今回は少し接戦でいくんじゃないかということですね。はい、はいはい、さあ、ということで対局会場整いましたらばスタートしたいと思いますけれども、さあ、対局会場準備ができたようですね。では参りましょう。第15回カボクイーンカップ予選第2ブロック B 卓1回戦対局開始です。よろしくお願いします。さあ、始まりました予選第2ブロックの B 卓、まずは1回戦、座順トンチャ菅原博恵、ナンチャ大久保智美、チャチャ泉由紀子、ペーチャ吉田彩乃です。さあ、トン1局親番は菅原です。今日菅原さんの洋服すごい可愛くないですか。ああ、確かに、うん、やっぱり女流の皆さんってこう衣装にも気使いますもんね、うん、昨日買ったんだって言ってた。そうですか、かわいい、ちなみにさつきプロは、あ、私はこれ持ってたやつです。はい、はい、持ってたやつと、はい、あ、サルカプロは何一応並びで聞いた方がいいかなと思います。そうですよね、はい、ちょっと迷ったんですが、ありがとうございます。さあ、ドラマ初です。さあ、先ほどは早川プロがね非常にいい上がりを連続して上がりまして有利に進めましたけれども、まあ、メンバー変わりましたし、まあ、そうですね、ただどうですかね、なんかイメージ的には全員、うん、あんま泣かない面前半なのかなっていう気はしますね。じゃあ仕掛けというよりは、そうですね、まあね、A 卓はちょっと点差が離れた関係で、はい、まあ、そういう形になったと思うんで、はい、うん、ちょっと今回はそうじゃないですかね。意外とぶつかり合いそうな感じしますね、うん、ほうほうほう。皆さん連盟の方ですね。そうですね、はい、4人とも。さっきはあの協会と最高位戦の方もいたんですけど、うん、となると猿川プロと、まあ、同じ団体になりますけれども、はい、まあ、泉プロはね、サルカフも長いですし、まあ、そうですね、その他3人プロもね、もちろん連盟ですから後輩になったりするわけですけども、うん、ちょっと吉田さんはもうこの番組の一昨年とかで見たことがあるかどうかぐらいで、はい、あとはちょっと見たことないかなと思いますね、うん、泉さんが仕掛けて、はい、2枚目のトーンを泣きました、はい。さあ、白白は重ねました、うん、菅原、うん、
ここに赤三品が入っています。三万点持ちの三万点返し、トンナン戦となっています。形式転廃がないのが一つ形でしょうか、特徴となっております。はい、9番外した菅原、そしてこちらは大久保。いいとこ引きましたね。いい射程、はい、もうテンパったらね、大久保さんきっと行くと思いますよ。うん、ドラ切りそうですね。なんか、うん、泉さんもあの両面ターツ落としで、なんかあんまり初複数枚持ってるように見えないかなっていうのもありませんか。まあ読みとしてということですか。はい、ああ、なるほど。うん、ちょっと落としてるとか見てなかった。ああ、ローピンチーピン並べて切ったんですけれども、手役で行ったってことなんで、はい、うん、なんで初何枚か持ってるとそうじゃないから、あ、ブクブクにしなかったら、してたら転廃だった。はいはい、あ、まあ、長く見てますが、泉プロのその印象というのはどうですか、サルカープロ。そうですね、あんま悪いこと言えないですからね。転廃ですね。お、高め、あ、高め行きました。高め行ったね。関連層待ち、関連層どうでしょう。そこに一で手役こだわりましたね。出るんじゃないですか。いや、イーソー手出し入ってるから微妙ですよね。でもトンポンですよ。いや、トンポンでいい。でも最初イーソー手出しだから結構切りづらいと思います。スライドとかに見えたりしないか、うんうん、まああの通ってもおかしくないけど、うん、別に切る必要もないかなっていうぐらいの感じですね。はい、自分の手配との、これは逆にリャンスを切るんじゃないですか。はい、さあ、ここにリャンスを置きました。これは、おお、外しましたね。はい、補充しちゃってる私。素晴らしいですね。うん、ドラは切れないっていう判断からってことですね、多分ね。リャンスが危険っていうよりは。画面は菅原、今シャアを持ってきたところですが、ローピンを切ります。先ほど両面の3万切りました、大久保。さあ、残りこれで両蔵が1枚ですか。はい、さあ、トーン1局。結構カンチャンに受けたのはちょっと意外でしたね。うん、まあ、スーソー2枚見えたからだとは思うんですけど、ええ、うん、とはいえいつもの泉であればという感じですかね。なんか残金も2000点もあんまりこのルールで、はい、あれ、トーン、ちゃんた3色ドラじゃないですか。あ、マンガンか。あ、はい、じゃあ関連度にしますね。はい、あ、そうですね、じゃあ間違えました。あ、すいません、すいませんね。関連度にしますね。はい、まあ、マンガンの上がりになりますからね。そうだよね、そうじゃなかったらローピンチビン外さないですもんね。うんうんうん、この3ピンがあの赤いっていうのがな、あんまり慣れてないからちょっと勘違いしやすくないですか。いや、そんなことはないですけど。あ、ないです。そこは引くんですね。せっかくフォローしたのにさ、ね、ひどくない。サスキプロが今回ったんですけどね。、うん、そっちにね。そうなんですよ、そこはいなされましたね。そもうすぐあれですね。そうですね、最後のツモ、はい、どうだ。あ、まあ、これはもう言 いそうですか、うん、今通ったばっかりなんで、はい、はい、さあ、これが背底です。うん、いませんでしたね。これ一人転廃だったらね、はい、成功ですよね。そうですね、うん、泉一人転廃です。結局シャアも場には放たれなかったですから、ね、まあ、イーソーもね、うん、多分出なかったので、うん、さあ、トン2局になりました。親番は大久保です。はい、福井出身ってね、お話ありましたけれども ね、知らなかったです。はい、なんか関西、大阪出身だと思ってた、ね、イメージありますけれどもね。お魚が美味しいとこですよね。そうですね、あとソースカツ丼とか、鯖江市のメガネなんてのも有名だったりしますけれども、
行ったことあるんですか？あ、一度だけ伺いました。ハイパイ良かったです ね, ですね。こちらでスッと行きましたね。やっぱりプロの皆さんは思考が飛びますね、いろいろと。同時にいろんなこと考えられるんでしょうね。いや、すいません、本当。あ、いやいや、何をおっしゃるんですか。優しい、素直さんが優しいです。猿川さんはあんまり優しくないです。いいバランスで、はい、あ、これはいい、うん、いいですね。ドラムくっついて、ね、いい感じですか。これ3色までいきたいですよね。二刺し、二刺しの、はい、まあ、当然嘘をね、スッと引く方がいいはいいんですけど、うん、はい、お、これは出ますかね。さあ、今も持ってきました。すぐ転売、うんうん、さあ、乾燥、まあ、そうですね。これ噂の筋引っ掛けにもなるかもしれないですよ。もうそう、泉さん、ね、ああやってただけ多分打ちますよ、また。そうですか。あ、フラグが立ったと思います、あれは。しっかりと自分でこう先に餌を撒いとくという、うん、さあ、こちら菅原、一面つおとし、あ、お、積もりましたね。つも、ドラドラ、2000オールのつも上がりですね。さあ、大久保上がりました、うん、一本ばか親番です。まあ、嬉しいは嬉しいですね、うん、さあ、二本番になりました。大久保親番、ドラは数層です。さあ、この2枚でどう変わるか。うーん、まあ、ぼちぼちですね。うん、まあ、うん、あんまり、まあ、悪くはないんじゃないですか、うん、あの、割と内側の範囲が多い時はね、うん、ハルカープはちなみにこうハイパイもらった時にこう自分の中でいいなと思うのはどういったハイパイになるんですか？テンパってるやつはいいですね。まあ、それはそうです、ね。ええー。あとですか？なん、あんま悪いなは思ってもいいなってあんま思わないようにしてるんですよね。あ、そうですか。あの、結構伸びないで、うん、テンパイまでは。すごい時間かかったりとかするとストレス溜まるじゃないですか、ええ、だからいいって思わないようにしてるんですよね、うんうんうん、ああ、いいのになんで転廃しないんだよって思っちゃうから。そういうのが続くとちょっと嫌なんで。なるほど。まあ、楽しいのとかはありますけどね。なんか楽しい、うん、それは手としてこう大きくなり、まあ、そうなんですね。白髪チュン統一とかってことですか、まあ、そういうのが楽しいですよね、うん、ワクワクしますね。で、なんかあんま上がりなさそうじゃないですか、うん、結局第3弦では、うん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 、だからちょうどいいバランスですね。ああ、なるほど。なかなか成就しないもんですもんね、うん、さあ、泉、そして吉田ともに白と中1枚目は泣きておりません。いいところ入りましたね、はい、感じ吉田です。ここも、うん、リャンゾーがアンコー、全体的に手は重いですね、これね。うん、お、スーピンあんこになりました。3号まで見えますね。まあ、土層残った場合はリーチですね、多分ドラが数層なので、うん、はい、さあ、大久保、ここは、うんうん、ドラ受けは残したってことですね、3色と。さあ、この予選 B 卓は少しスピード感は先ほどに比べるとありますか？スピード感、はい、何のですか？積もって切る。あ、そう思った、ええ、
そうですね、ちょっとみんなスッ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 ってその、はい、そうですね、モーターが早いですね。さあ、いいところ入った吉田、この辺りリズムももうなんかできてるような気がしますけれども。そうですね、まあ、泉さんとかね、いいところ入った、はい、ここはリーチ行きました、大久保、はい、さあ町のサブロー1、枚数的にはここに2枚、あ、相当いいですね、はい、4枚山ですね、4枚山、ただちょっと戦える人いなそうですもんね、まあ菅原さんがどうするかですけど、はい、こちらですね、ここでテンパイ入れば行くかもしれないですけどね、これよってはちょっと難しいですね、 E ピンが切りづらすぎますね、はい、うん、さあ親の大久保からリーチが入っています、うん、どうでしょう、あ、E ピン切りづらい、まあパーピンは比較的通りそうなんですけど、 G ピンも現物なんで高くなった時だけっていう G ピンは、うん、選択はパーピン、6球ピンがちょっと薄いのでね、スッチソ入った時に6球ピンで勝負するのが、うん、あ、でも今ので E ピン勝負になるかもしれないですね、泉さんか、はい、一通が見えましたね、もう看板は残りでも勝負すると思うんですけど、うん、さあサブローは町の大久保、そして先ほどお話出ていました泉、あ、違った、今嘘に見えましたよね、一瞬、見えましたね、うん、純の統一落とし、あ、チートイツで天敗仕返せそうですね、うん、そうですね、イーシャンテンパーソーは通りますもんね、大体大体吉田さんから見るとノーチャンスなんで、あ、はい、チーソーが場に2枚、自分で2枚、うん、2ピン重ねる、これはマンズは選べないので、あれない、ならば、まあ、ないけどマンズは選ばないと思いますけどね、いやにしてもイスピンも切りづらいですよね、これどうするんだろう、急そうですね、多分イピン切りすたがってますよ、イピンもさあ悩んでいますが、イピン切った、なんか同じね2枚壁なら急走にしちゃいそうな気がする、テンパしましたね、ローソー、ローソー短期、もう一品ね、その同じ2枚壁だったらっていうのは、いや、なんか一品の方がちょっと嫌じゃないですか、5枚持ちで打った時、ああ、はい、別にそんだけ、はいはい、まあ、あの細かいこと言うと、はい、ウーピン手出しで、うん、チーピンでウーピンってことだと、はい、557からとか、はい、3557から5引いて7引いて、はい、2引いてのイースピンのわけだから、うん、ああ、はいはいはい、そうなってる可能性だと先にテンポ入ってるからちょっと、うん、あのなさそうって言えばなさそうなんですけど、うん、ちゃんと考えれば、はい、まあ、パッと見で言うと急速かなって、うん、だけです。さすがらはドラを持ってきて手が止まりました。さすがにだけどちょっと我慢ですね。スーワンを吉田さんをしましたね。もうスーワンのワンチャンスなんですけど。吉田どうだ。結構いきますね、吉田さんね。来ましたね。やっぱ歌得意なだけありますね。歌得意と押すことは関係あるんでしょうか。さあどうだ、大久保。あ、積もった。あ、これは大きいな。いやー大きい。この流局かっていうところから、はい、あの最後に積もられるとちょっとがっくししますよね、他の三者はね、なんかでも自分が打ってると、はい、割と早いリーチって、はい、意外と最後に積もるとかその1個前とかで積もること多いと思って、あ、自分がリーチした時ですか、わかります、気持ちいいなんかね、うん、そういう気は、まあ、でもそれはなんか印象の問題じゃないですかね、そうですよ、うん、私もちょっと冷たくしていこうかと思って、あ、スタイルチェンジをしたんですか、はい、そういうことですか、いいと思いますよ、
さあドラチ1層です。はい、さあ3品が2枚入っていますが、今回のこのルール、赤3品が2枚、3品の安価はその時点で3000点オール、うん、9000点が入ります。ちょっとこの辺であれですね、親を落としたいです ね、 そうですね、3社は。はい、さあ先ほどの上がりで大久保が47,000点、うん、48,000点近く持ち点が増えました、うん、2000オールと4000オールでしたね。はい、はい、まあ、1回戦も6000オール4000オールそして100万なんて ね流れになりましたけれども、さあトンニ局3本馬、ここの親番大久保はそろそろ終わらせたい各社。はい、ただみんなハイパイが、うん、角がここくらいか。あ、そうですね、はい、まあ、リーチ必要になりそうな感じの手ですけどね、うん、うん、ピン悩んでるな、うん、3万切りしました。チートイ、チートイもちょっとだけ、ただでも結構メンツ点になりそうかなっていう感じはしますけど、うん、意外とパーソーとかなのかなと思って見てたんだけど、うん、単野で重なりましたね、はい、今単野を確定させるパーソーも、まあ、結構窮屈ですけどね、うん、あ、これはもうブクブクイースト1枚切れ、うん、まあ変化が結構多いんでね、ブクブクにした方が良さそうですね、うん、はい、さあ吉田はいいシャンテンになっている、うん、こちら大久保もいいシャンテン、あ、テンパイ、9層テンパイですが、うん、まあどちらか、あ、まあ、ダマテン関数層、どっちに受けるかは難しいけどリーチするかなと思いましたけどね、うん、役がないからな、お、もう外さない、両面になればリーチとかそういうのはありますかね。まあ、そうですね、まあ、ただ今のローソン2枚と嘘を1枚見えますからね、はい、ああこれさ高級品になってるな、ああ、親がちょっと来そうだから、まあまあそういうのはあるのかな。ちょっと自分が打っちゃうのは嫌だなでも関数層どこまで押すかですよね。そうですね、あ、あ、これはリーチじゃないですか。うわ、ローソン2枚見え、うん、2枚か、めちゃくちゃ弱いが、しかしリーチはせず続行です。まあ今のタイミングで小層切りリーチはありかなとはね、ちょっと、ああ、はいはいはい、思います。数層は確かにいいかもしれない。おっとっと、これはとりあえず、うん、地層短期、嘘、地層短期、はい、嘘切って地層短期、さあどうする、うん、地層短期に構えました吉田。まあさっきのチートイツで意外と押してるの見ると、はい、親が来てもやめないかなって気もするんで、うん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 、どうするんだろうな、うん、もうこれで本当手代わりないですもんね、パーソーぐらいですからね。あとはウーワンにくっついたローワンとかはリ、うん、あ、これとかどうです？これフリテンス、あ、フリ、あ、すいません失礼しました。さあしかしこのカボルールは形式転売ありませんので、もうむしろもういっそのことこれでリーチも、はい、もう手代わり本当ないですもんね。フリテンス6万だけですもんね。そうですね、6万とパーソー、うん、ただこれもう9層がなさそうな感じ。ただでも地層1枚山にあるんですよね、うん、9層もなんか
あんまなさそうな感じしますよね。あ、おー、積もった、積もどなさん。はい、2004戦の積も上がりです。いやー、結果これが上がるというね。さあ、いい選択になりました、吉田。まあ、関数数で1だけ上がれてませんでしたね。そうですね、うん、そうでしたね、確かに。まあ、サブキュービーはちょっと分からなかったですけど、うん。さあ、トン3局、親番が泉になりました。ドラはスマン。あ、ハイパイがとても良さそうです。そうですね。あ、お、お、お、どうですか、どうだろう、繋がってましたね、今。はい、7、8、9でした、はい、右側が。あ、さあ、そして、こ、その右の4枚全部取っ替えたいですね、うん、チェンジみたいな、うん、こういう手結構嫌ですね。あ、これ嫌なんですね。嫌ですね。あ、これがグズグズテンパイしないみたいな感じが嫌なんですか。まあ、もうちょっと良くてしないのが嫌なんですけど、はい、こういうのも結構嫌ですか。やっぱり両面ターツって意外とできないじゃないですか。あ、そういうイメージですか、うん、サルカプロ。あ、できました。いや、あ、両面ターツにするのがってことですね。あ、なるほど、はいはい。真ん中なんか持ってきて、そのお隣さん持ってきてってしないといけないからっていうことですよね。カンちゃんになっちゃって、はいはい、どうしようかみたいなの、うん、やっぱカンちゃんになるんだったらね、両面両面イーシャンテンとかの方が迷いない。あ、なるほど、はいはい、いいですね。あと泉もインタビューで言ってましたけれども、まあ両面でっていうね、うん、ご自身のこう形としても、そうですね、お、お、ここもいいシャンテン、ここのがいいですね、くっつきのいいシャンテンって、うん、ここのがいいですね、はい、形は。次もここもいいんですよ。ここもう積もってくる、はい、分かってるかのようですね。最初予言のようなね。最初見た時はここのちょっと遅れてると思ったんだけど、すいません、今積もってきたらね、はい、確かに追いつきましたね、はい、そうですか、どうですか。さあ、いいシャンテン、うわー、嬉しくない、嬉しくないけど、はい、取りますか。どっちもありますね、取らない、取らないもあるし、うん、今のままリーチも別にありますね、うんうんうん。吉田はリャマンは、リャマン切られちゃった。あ、こちらもテンパイ、これはさすがに、うん、やっとこれは取りますね。3ピンとチーマン、リーチは打たないですね、うん、そう、やっぱここが一番いいですね。そうでしょ、ほらテンパイしましたよ、サブローピンですよ、リーチです。さあ、リーチいきました、はい、菅原サブローピン。ただこれ3ピンがないけど、はい、泉さんが3ピンにくっついて両面ができると豊潤なんですよね。マンズにくっつけばいいけど、いや、これは選べないからパーピンは押すんじゃないかな。パーピンは、あ、そっか、現物じゃないか、そうですね。ここの方が難しいですね。うん、5の方が切りづらいんで。確かに、1、3の手出しの切り順で。もうこれで3が3枚見えたから、両腕のシャンポンリーチありますね、ここで。はい。たださっきの感じ見てると、ちょっとリーチしないような感じしますよね。どこまでこれでいくかですよね。ただなんか結構押すのかなっていう、うん、ここまでの打ち筋はそのような押す感じはありますよね、まあ、あ、でもそうだね、数枚引いた時は、うん、あ、これも、あ、でも2枚1切れか。そうなんですよ、確かにちょっとリーチしづらいですね。打たれちゃったんですが、あ、これでリーチありますね。今数万通ったんで、はい、あ、馬強も良さそう、まあ、うん、悪くなさそう、悪くはなさそう、多分。でもこれで一つ上で持ってるかもしれないですけど、うん、9万切りまして続行ですね。3ピンとチーは9万は通ってないですね。多分冒頭で言っちゃったから、ちょっと引っ掛けで打つなら9万でイメージですか。ここ、ああ、なるほど、はい。多分そうですね。さあ、どうなるこの曲。3ピンなくてローピンは2枚、あ、1枚、はい、あ、結構、あ、薄いんですね、うん、ドラだけどもう外せないですね。まあこれ現物ですかね。 あ、はい、あ、あ、自分が引っ掛けました、まさかの。なるほど、私は両面でリーチするのが好きなので。そう、はい、そう、私は引っ掛けはしないのでって言ってたんで、うん。引っ掛けはしないって言ってましたっけ。引っ掛けはしない、
とは言ってませんか。自分がしないから引っかかっちゃうみたいな、はい、あそうですね、うん、そう、はい、そう言ってました。さあまさにあつまずいた、はい、あつまずいた、あチーマグだった。メンタンピンツモ1300-2600、はいはい、のツモ上がりです。いやー、席を打ったんですけどね、泉は、うん、そうですね、インタビューから完璧にここまで持ってきたのに、はい、さあ、トーン4曲になりました。吉田の親番です、はい、ドラはシャープ。でもあれ9番切ったのはちょっと意外でしたね、うん、9番と G1 の数番通って、そうです、ね、泉さんの、うん、なんかタイプ的にはカンパワンでリーチ打ちそうだなと思ってます、うん、ええ、なんか理由があったのかな。ツーワンつもぎるスピードがめちゃくちゃ速くてマンツーはないって思ったとか、そういうのないないですか。あどうだろう。お、うん、カスも入れました。打点は安いけど一回上がっときたいですね、うん、そうですね、やっぱ4着は避けたいですからね、はい、最初の半チャン、あ まあ、これもでも1枚目泣いちゃってもいいな、点差的には、うん、もうトンの4局なんですね。そうですね、スピード感がリーチだ、テンパイ、テンパイした、はい、リーチ行きました。パワーと白のシャンポンです。お、あこれ白があれですね、あっ、お出ました、一発、はい、リーチ一発、ブラーはないですね、なし、はい、5200ですね。いや、スッと上がりましたね、今泉、うーん、ちょっと分かんなかったです、早くで早かったですね、安牌があったかと。ただなんかソース持ってました、今持ってなかったんじゃないですか。今3ピン入ってなんかちょっと行きたい形にはなってた、なってました、はい、で自敗4種類やって、そう1-2-3-5-5とかってなって、うん、でマンズの両面とカンチャンとみたいな形だったような気がします。ちょっとドラが浮いてはいたんですけど、さあ何番に入りました、何局、はい、ドラはウーピンです。あシャアはねドラだったんですよね。はあ、なるほど。そう、そうなんです。で白選択で一発白と切っちゃってもおかしくないかなと思います。まあ、この5200は泉にとって大きかった。これで点数もだいぶ、ね、はい、大久保さんとしてはね、2着目が展望減ってあれで、うん、そうですね、ただ3人並びぐらいになりましたからね、はい、現状トップが大久保で 42,300 点、そして2着目菅原が 26,600 点、600点差で泉が3着 26,000 点、吉田が 25,100 点、はい、さあもう何番に入りましたが、だいぶ大久保に対しての他3社が横並びになりましたが、さあ何番に入りました菅原親番、んーどろ、うん、泉さんが良さそうですね。数万を持ってきました菅原、ここでシャーは落とします。そして、お結構な目いっぱいでいきましたね、うんうん、そしてお話ありました泉が今ドラドラです。今回は泉さんが一番いいんじゃないですか。そうですね、はい、なんちゃの大久保さんが、うん、はい、ダブナになりましたね今、はい、統一です。吉田さんがちょっと苦しいですねこれね。そうですね、ただチートイが見える形ですね、うん、これはつもぎりになりそうですね、急走2枚切れなので、うん、そうですね。サッカーパッピー入りました。うん、あ難しい。もうこれ結構どうします？もういい番切ります。もうこちらカンちゃんから外しました。パーソー。
加算ピンなければいいピンから切りたいけど。ああ、はい、まあ確かに、まあ、このルールだとさっきプロやっぱりこう3ピンの意識が少し他よりも高くなりそうですね。そうですね、これで統一が4つになりました。つい忘れちゃう、いいシャッテン。菅原さんは全部リーチしようっていう、ね、どうなんですかね、カウピンとかね、悩ましいですよね、うん、ただシャアの統一落とし見せてるから迫力はありますけどね、うん、そのリーチの、あー、そうですね、うん、親番だし、はい、なんかそういう心理も考えるとあるかな、はい、いつもあるし、うん、これ3色もありますからね、馬強は若干ソーズの方が良さそうな、ただウーピンを持ってきちゃうと、うん、もう目も当てられない、はい、ということでチーソギリになりました。あ、でもここがファーストの統一だから正解かもしれないですね、うん、これでもう、うん、あとは行くかどうかだけですね。そうですね、チートイツいいシャンテンになりました。やっぱなんか3ピン大事ですね、やっぱ残してここの赤のね、うん、なりますね、うん、あ、ションパイから切ったんだ。さあ大久保このナンを泣きました、はい、泣いていいシャンテン、ちょっと怖い、うまいすぎますね、うわー、ションパイから切って切るタイミングといい、そうですね、さあイーマン短期、まあはい、あのそしてダマ重なりづらいっていうことだと思うんですけどね、はい、ションパイで、あ、入ってた、入ってたどっちだとしてもこれ E1 良くないですか、 E1 短期リーチダメですか、 E1 短期リーチありますね、うん、いいシャンテンの大久保、そして泉、まあ、あるけど知ってもしなくてもぐらいですね、うん、すごいめちゃくちゃいいわけじゃないですもんね、うん、これサツキプロだったらスルーしそうかも、しそうかな、パーティン今一瞬止まりましたね、多分あの形の間違いだと思いますさすがにツーピンなら泣きたいけどっていう感じですね、ツーピンは泣きますね、うん、まあサブローワンも泣きます、あ、泣かなかったですもんね、サブローワン、うん、サブローワン泣いて関数ピンは受けなかったですね、確かに、もうこれで両、あ、でも両ピンの方が切りづらいな、現状吉田がチートイツ E1 短期待ちになっています、うん、菅原さんがテンパイしないですね、大久保さんもしない、うん、落ちた、来た、さあこちらなんかこうなるとサブローワンだったらっていう気がする ね、うん、ね、4引いた時だけはちょっとやっぱり大久保さんにね、うん、ピンズは打ちづらいかもしれない、あ、ドラ切るか、さすがに切らないか、もういけない、もう無理、さあ考える大久保、だってこれ万が一当たったらだってもうね、はい、さすがに行きづらい、あと1枚出るか、はい、ローピンはないですね、山には、あれっていうか E1 どこ行っちゃったんですか、 E1 1枚ですよ、あ、1枚なんですね、うん、1枚山に、あ、テンパった、こちらか、お、テンパイ取れる、そう、こちら両ピンをポンしてテンパイ、 E1 はいる、ドラ短期、はい、今いる、サブロッソ、何これ、全員テンパイで終わるの、あれ、あ、これでローマン待ってる人はいないんだ、あ、でもこれローマンは結構通りそう、
まあ、今のが取れそうだから今でいいですね。はい、さあこれが入っていい、いないな、全員天敗、うん、いやいやいや、いや面白い曲でしたね。そうですね、うん、全員天敗です。吉田さんがリーチしてたらまた全然違う展開になってたかもしれないでしょうね。そうですね、泉さんがサブローワンでリーチしてたら、はいはい、菅原さんが追っかける、はい、あ、まあ一緒か、一緒になるのかな。そしたらどうなってたんだろう、うん、いや、リャンピンを泣かないと、うん、はい、泉さんがローマン一発目だったね。あ、よく見てますね。解説なんで、はい、あお仕事ありがとうございます。まるで私が解説失格みたいな感じじゃないですか。そんなことない。さあ何曲、一本バドラチーソーです。全員テンパイ、先ほどの曲。さあ、まあ、そうですね、吉田さんがってリリーチ打ってた場合は一人テンパイで終わった可能性は結構高いです。そうですね、可能性として。さあ泉の手、ドラが一枚、ここに赤三ピン、三ピンが二枚。ここに入っていますが、あともう一ハンチあります。単野も見えますか。親番ですもんね。原さん、Q1 が統一でしたもんね。ん、 Q1 統一を落とすればってことですよね。まあ、3ピンとかならポンって手もありますね。はい、これはちょっと選択しづらい気がしますけどね。ここで9万は確かに一数ピン、数ピン何度受けなのみたいな。一番柔らかくいきましたね、うん、10万。さあこちら画面吉田です、うん、2ピン3色を強めにってことですか。かな、そういうことですね、ですね、うん、多分ね。数ピンが2枚切れちゃったんだ。ここは親だから切るでしょう。はい、はい、という菅原。ドラのチーソー持ってきても一応観浪層を受けて使えないわけじゃないですもんね。そうですね。あ、なるほど、ピンか。これはつもぎり、うん、ドラ重なったけどピン。まあ、単葉は単葉にしそうですけどね、あ、単葉とチートイってことか。なるほど、泉さんは、はい、はい、こちらですね、今統一が4組、はい、いいシャンテンですか。はい、吉田、吉田さんはどんな手ならリーチするんでしょう。両面ならするんじゃないですかね。ちょっと全然わかんないです。僕も。うん、ね。だからペンチーピンから埋まったらリーチに。ね、リーチに踏み切りそうですね。さすがにリーチしそうだよね。こ、うん、の吉田。いいシャンテンだけど、はい、薄いけどテンパりそうだよな。なんか椅子チーピンが薄い、椅子チーピン3ピン9万、はい、9万も1枚いますね、うん、あ、うん、
もうさすがに急走落とす時間はなさそうですね。これが1段目だったらまだゆったり急走、まあね、急走7、80目ぐらいなら急走急走でも良さそうですけど、現在13巡目。おお、ドアが重なる。これ最悪のテンパイだけどしょうがないですね。はい、関数ピン2枚切れてる。はい、リーチしました。1枚山にいますね。菅原さんが数ピン引いたらピンチですね。現物のパーはそうですね、確かに。うわ、これはいけないわ。ちょうど9万とパワーアンパイだから9万になっちゃうんじゃないかな。そうですね、アンパイの9万切りました菅原。これはここで一発で、しかもドラをまたぐ牌切るとちょっと4着の可能性がめちゃくちゃ高くなっちゃいますもんね。しかも今並んでますからね、ほぼ。はい、この状況で一人沈むのはかなり、絶対打ちたくない親番だけども、この後の泉関数ピンでこれ積もったらね、一気に来そうですけどね。そうですね、まだ1枚山に1枚残ってるのか。さあ残りは2巡となりました。これもいけないか、ここももうやめですね、うん、はい、となるとこの泉が引けるか。あ、引っかかったな。さあ作りましたね。でも安牌ありますね。4枚目。そうですね。まだ泉さんの妻があるからカンはしないですね。はい、これです泉。どうなの？なかった。で積もってきてカンで。パワーですか、イーマンか。はい、うん、関してイーマン、うん、まあパワーですね。はい、シンドラ開きまして、はい、パワーを捨てまして流局です。泉一人テンパイ。大きな手になってたんですが、何二局になります、はい、大久保親番二本馬強卓一本ついています。さあ大久保ここ現状トップ、この親番をどうできるか。ドラはチュンです。ハイパイはこの形、まあメンツはなし。そんなに頑張らないでいいかなって感じしませんか。んなんか、まあ上がりたきめな対応が一番早そうですけどね。ちょっと1500な。お、さあドラドラの吉田。お、なんかこうなると他の三者がすごい。ここもいいな。はい、今両手引き切りましたね。でもいいな。あ、ここもいい。あ、ダブナン。はい、重なった。いい、いい勝負ですね、これね。うん、さあ、両面になる。はい。これでも全体的にいいんで、チュン泣けるとかね。うん。可能性。あ、いい勝負ってなった。急に。さあ、角が伸びますね。何切るかな。二層。三層。三層。うん、ペンとか三層。まあ、イーソーはね、メンタンピンの振り返りがある感じで、はい、三蔵はまあ瞬間の光景が、はい、できるかっていう、どっち切るか分かんないですね。吉田イーソーの点、うんうん、考えてるってことはイーソーってってこと？ドワン、まあ、つもりましたね、うん、ここもね、何本するとジャンプがなくなるので、はい、今切られたくないですね、ちょっともう一歩重ねてから。なんか今の相手もテンパイがそんなに、ここドラのチューン持ってきた。これでペイ切っておいて何本してギャンピン一品とかありますね、はい、うんうんうん、はい、
さあここが今これまたチートイツなってますね。いいチャンテになりましたね、はい、吉田さん、はい、チートイツ好きですね。縦が好きなんですかね、うん、でもなんか手配もそうやって来てる感じしますよね。なんかその時のタイミングももちろんありますもんね、うん、さあ画面菅原です。まあ通奏1切れで2切れストレスソ切っときたいかな、うん、選択、うん、まあ、テンパイ、まあ、一応テンパイですね。想像がいいですからね、うん、イピンと4連携が残ってるので、うん、で、バニーやすいですからね、はい、おお、さあ重ねた泉、これ何がどこに行くかが何1枚切れですよね。で山に1枚ですね、うん、チューンはまあもちもちなのでスッチーソーからも仕掛けます。イーソーよく見えるんでスッチーソーから仕掛けてもいいですね、うん、2枚切れもう1枚切られるとスッチーソー残った時にちょっときついかもしれないですね、うん、これイーソー確かによく見えるもんな、うん、実際は大久保さんがねドイツなんですけど、はい、でもこれ1個取れる、あ、これイーソーになりそうだからちょっとテンパイ入っても、はい、ちょっと吉田さん厳しいかもしれないですね。さあその吉田と、パーソーが2枚切れたから、うん、あ、それでもまだ、うん、さあこの泉が仕上がるかどうか。あれ今度メンステンのイーシャンテンになります、はい、本当だ、コロコロ、うわー、こもうこれも、うん、闇点選択、あーこれね、どうだったか分かんないですね、カンチピンリーチ、うん、そうですね、泉さんも結構やめづらい手ですからね、うん、そうですね、お一旦一品にはなりそうですけど、あ、そうですね、一旦一品でテンパ入ったらか、あ、赤が3品だから多分チーピンの方切りそうですよね、一通ってる場合でも、そうですね、うん、4品、さあ僕は缶チーピン、これはローソーは取っときたいね、いいピンですか、いいピンで、とりあえず九層、はい、うん、違う、うん、ランパ層がどん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 薄くなっていっちゃう、あ、これ数万、あ、まあでも数万打つなら一品打つか、とりあえずこれ数万切れると吉田さんがポンしてテンパに入りますね、ドラの肩上がりですけど、す、ね、はい、これですね、数は押し切ってたら、はい、ここに用意している、さあ泉テンパイならない、なんか来ないです、地層もかなり薄いですからね、うん、これもテンパイになります。さあこれで吉田がイーマンをポンしました。これでテンパイ上がるにはドラのチュン、ああこれ菅原さんのテンパイが食い流れた、ああ発想、うん、あ、でもテンパった、これ泉さんが掴んでたってことか、でアウパスすごい最後にいっぱいいましたよ、本当ですね、みんなさあボロボロっと出てきました。トンは1枚切れ、ま、2枚切れです、あ、2枚切れ、さあリーチしました、あ、ツボがあるんだ、うん、一発走、あと1回、はい、
ああ、ハイテガール。ああ、筋ならパーピン。お、完全にやめた。ほうほう。うん、こちら転配できず。掴んだ。まあ、9万ですね。持つもないですもんね。はい。うん、さあ、そして、ハイテです。菅原。うん。いませんでした。2人転配。はい、菅原、吉田、2人転配です。大久保さん、すんなり読みましたね。そうでしたね。パーピン、まあ、切りあってもおかしくはないけど。うん。万が一当たった時のリスクがやっぱりちょっとね、高すぎますもんね。さあ、これで泉の親番になりました。南三局です。ドラはウーマン。さあ、そのウーマンも見えている。ん、猿川さん、さっきのパーピン切りますか？切ります。この2回戦の、はい、2回戦、あ、その2回戦のトップ取りだとしても、あ、切ります、うん、だ、まあね、マンガン角で並ばれるぐらいだし、うん、うんうんうん、はい。さあ、吉田、この形大体っていうわけじゃないですけど、もう明らかに1枚いそうとかじゃない限り、うん、ああいうリーチで両面が圧倒的に多いと思いますね。うん、そうですね、はいはい、ドラドラの、ドラドラのとか、もうだから別にそこまであれかなってなるほど、まあ、打ってもトップにならないかね、分かんないし、うん、でやるならばもう行くかなという選択になるわけですか。まあ、やっぱ加点したい、したいし、うん、ちょっと近いかなって感じしますね。あと5000点ぐらい自分の方が上だったら、またちょっと違うかもしれないんですけど、はい、今ちょうど3人競ってていいはいいんですけどね、うん、2着取り行く人とかもいるとか、ね、はい、ここで大久保さん上がれるとね、かなり、あ、それはもうそうですね、うん、いい3点、一応いいシャンテン、うん、一応いいシャンテン、うん、そういうこと言うと小馬郷さんに怒られます。あ、一応いいシャンテン、いいシャンテンはいいシャンテンだと、はい、そう、はい、ちょっと団体違うんで、はい、僕も違いますけど直接会う機会もないし、はい、多分大丈夫かと思います。さあ、画面は今大久保になりましたが、カンチャンカンチャンのイーシャンテンは、はい、一応イーシャンテンで使うんですよ。ああ、なるほど、はい、これはカンチャンリャンメンだからじゃないから、うん、ちゃんとしたイーシャンテン、はい、ちゃんとした、なるほど、で、あの小馬郷さんも言うんですか。言わないですよ。言わないですよね、言わないですよね、はい、そうですよね、イーシャンテンはイーシャンテンだと。はい、サルカープロ的にはですかね。そうです。はい、テンパイしましたよ。こちら。これ一応テンパイですか。いや、これは立派にテンパイです。立派にテンパイ。すいません。さあ、感じ今。楽しくなってきちゃって。はい、一応とね、はい、使ってみたいですもんね。そう、ちょっとね、そうなんですよ。はい。須永さんも使っていいですよ。わかりました。はい、さあ、しかし立派にテンパイをしておりますか、吉田プロ。ウーマンがドラなんですね。うん、そうですね。ただこれ26上がっとくと。強託1本ありますもんね、うん、最後親番で2本、あ、2本、強託が2本ありますね、2本の3本馬リーチだ、こちらイスワン、あ、ドラドラ、いや、ダマテンだ、いや、珍しい、珍しい、ちょっとすごいこと考えましたね、泉らしくないところも出ますか、ね、いやでもこれめちゃくちゃ上がれそうじゃないですか、ダマテン、いや、これでもリーチの方が良かったと思いますよ、はい、リーチの方が良かったんですか、どうしてですか、だいたい E1 じゃないですか、出るの、だいたい E1 です、 5% ですよね、はい、あ、トップにならないんですよ、固まった、いや、2人とも黙りましたよ、はい、私たちも静かにした方がいいですか、はい、吉田プロはスチーバーになりました、はい、いや、これさすがに単品ドルだったらね、はい、いいシャン、あの、闇店でもよかったかなと思うんですけどね、はい、吉田さん単品ドラドラです、いや、泉さんの話、泉さんです、はい、ドキドキします、これ6000円のトップ確定、確定ではないですけどね、確定じゃないです、いや、かなり大きく近づきます、え、何が、うん、さあ、大きくトップになりそう、はい、
さあこちら、ああ2番泉の上がり、でもリーチでも出てたそうですね、リーチだとリーチ追っかけでさらに、あ確かにリープドラマは、うん、いやこれトップ取れればいいんですけどね、はい、さあこの上がりがどのように響くのか、うん、でも珍しいもの見ましたね、なんか僕泉さんの周りは結構見ることそうですけど、これは相当確かにリーチするようなイメージあるかも、単品ドラドラでもリーチのイメージありますもんね、うん、あそうですか、うん、うん、ある、さあ泉上がりまして、今上がったけどやっぱリーチだったかなって思ってっていう表情でした今でも合ってたかな、さあドラローソーン、そうですよ、ツモ数ですよ、ツモ数、ああ流行ってますもんね、流行ってます流行ってますさあ白統一吉田、これで泉が大久保にぐっとつき、ま、近づきました、はい、まあ、2着はキープできそうな感じの点差ですか、はい、そうですね、まあ、吉田さん次第なんですけどね、菅原さん次第でもありますね、青山のトン、トン1枚切れてる、本一のツートンドラとかが結構現実的な高打点ですかね、あドラ持ってきてトイトイよりも、さあその泉、はい、トイトイは結構泣く牌が厳しいですよね、うん、でもそうか、2着も別に菅原さんもね満貫積もればそうなんですよ、一旦まくるんですよこの局で、うん、満貫上がると、でも吉田さんはリーチ打たなくてよかった、うわーテンパっちゃった、チートイテンパっちゃった、あの運送が良くないので、はい、ドラ表示牌でとりあえず運送を切って、はいはい、切っての、うん、イーシャンテンに変わる手もありますね、でただローガンが1枚もう切られてるんで、うん、あのスワンクにはしないと思います、あなるほど、はい、あの次の瞬間でいいのを持ってこない限りは、うんうんうん、次がローガンか飛んでない限り、まあ、スアンコにはまあアンコになればね、うん、どっちかをでアンドでもスーサーでもなるとは思うんですけど、うん、はい、まあ、この後のツモ次第泉、びっくりした、うん、もうこれ見えました、あーパワー1切られたのか、うん、今切られたパワー1、あー、まあ、もう一回パワー1打っちゃってもよかったですけどね、うん、さあパワー1の短期になりました泉、ゴロチの3色も見えるけども、さすがに T1、 そうですね、ちょっとロスがロー1、 1枚切れだし、おお、いきますね、キューピン、ふちょっと意外でしたね、今なんか3色こだわるなら数万打つかなと思ったんですけど、どうせ感動層はあれだから、はい、はあ、うん、ちょっと現あのそうか、とりあえず2着に上がりたいってことですね、うん、マンガンで、うん、伊藤さんもどっかでリーチしたいですけどね、そうですね、うん、ここで2400上がってもまだまくれないんで、うん、 G1、ここがいいね、一番、おー、あ、急走路が3枚切れなんだ、はい、イーペーコーとカってことか、が小そう、ああ、サブローになってた、素直に打つとそうですね、そうですね、ちょっとひねると感動そうでしたね、うんうんうん、まあ、感動そうリーチはありかなって感じしましたけど、うん、さあチュンとチーピンのテンパになりました大久保、
CP1 枚か、チューブも1切れ。あ、引いた。おー、でもそう。おー、マジ？3番も悪くなさそうだけどな。はい。まあ、ローマンも悪くないんですけどね。ええ。まあ、実際は泉さんがね、ドイツなので。3色2という形になりましたね、菅原。こちらもパワー待ちになっています。まあ、曲げるならリーチするんだったら中1だけどってこと、まあ、サブローワンだけど、カウンソー4、5、6でチーしました。吉田、まあいいもんですね、うん、だいぶ前にだいぶ前に転敗してましたか、すいません。チュンとチーピンでシャンポンになっていますが、そうか、軽点ないからイーマンポンしても意味なかったんですね、吉田さんは。あ、はい、形式点ではありません。あ、これは方重杯ですよ、うん、泣いてるのは 5、4、5、6 ですもんね。パワー止まんなさそうかな。そう、お、止まった。なんかすごいですね、今日。なんか知ってるんじゃないですか、知ってすごくないですか。あ、でも確かに切りづらいのか。うん、パーピン、あ、パーピン面白い。めっちゃいいですね。あ、2枚いる。うん。これ菅原さんリーチは釣りやしたくないな。いや、しましたね。いや、勝負かけたか。感動ワンリーチ。ね、これ泉さんに報酬するとね、4着になると本当に次が苦しくなるんで。はい。ローワン山1枚です。おい、あ、パーピン。パーピン来た。なくなった。パーピンがなくなった。ローマンの方が強い。ローマン1枚ある。0対1。いや、大久保さんパワーンはね、すごいですね。パワーン積もってた。パワーンだったら、でもこれパーピンってなんか手詰まったら、三蔵があるから大丈夫か。あ、白出た。これは上がれます。吉田上がりました。うわ、すごい良かったな。白で。ドラ1です。いや、これは吉田、素晴らしい上がりになりました。いや、いろんな手がありましたね、今ね。なんかさあ、いよいよ南4局吉田親番です。この B 卓1回戦のオーラス迎えております。ドラは白、ああ、ピンズ一面ツー、あれ、まあ、うん、ちょっとネックの牌ありますけどね。はい、そうも3ピンかパーピン入ればすごい一気に。ああ、本当ですね、うんうん、寝てました。寝てない、寝てない、全然寝てない、全然起きてました。全然めっちゃ起きてました。すごい言いますね。いや、なんかあれですね、すいません、あのお前ちゃんって不思議だなって、面白いなって思ってました。はい、ね、あ、いい宣伝ですね。いろんなことが起きたから。さあ、ちなみに、はい、大久保現在トップですけれども、まくるためには泉さんは1200は届かないですね。5600点差。326。そうですね、菅原さんからリーボーが出ればみたいな感じか。うん、うん、なんで菅原さんなのか、うん、そうですよね、そうですよね、か吉田さんか。はい、そうですね、菅原は7900か。二人はリーチする可能性高いです、ね、菅原さんはハネマン積もって2着か。ただ吉田さんをかわしとくのも相当、ね、大久保さんと、はい、まだ、ね、1万8000点差しかないので、1万8000点差、ここが3で終わるか4で終わるかすごい大きいんで、うん、2万点分違いますもんね。うん、残給とか上がって3着でも相当価値はありますね、はい、うん、泉さんがさあと言っている間に、ただ1200、とりあえず9ピンが一番、9ピン切って確かに相図が伸びた時に裏目引くんですけど、はい、まあそこで赤3ピンもあるし、多分数ピンはちょっと切りづらいかなって。うん、さあ吉田が、なるほど、はい、うん、はいはい、パーピンをチンしました。で、横に伸びたらもう一回数ピンか9ピンで、はい、うん、っていうのが
もあったんだ。はい、おすすめでしたけどね、はい、さあ吉田がペン3品1通の天杯。ただまあ2着でこれ終われば、はい、もう大久保さんと割と着順勝負。おー、赤3品食い取られた確かに実はかそうだ、3品の話してたのに。キューピンピッタがテンパんないけどどうなってたかって感じですね。ウッパーピンが相当引っ張るんで。はい、一本場になりました。南4局、吉田親番続行です。ドラがリャンマン、あ、チュンとシャーがトイツ、ソーズのワンイツだ、ソーズコイ、あ、アンコになった。9-1、9-1。なんか吉田さんって不思議な強さ、不思議な強さって言うとちょっと失礼かな、うん、な感じします。失礼ですかそんなことないですか。褒めてますよ。褒めてますか、うん、なんて言うんでしたっけ。これは持ってる人っていう普通なんか 横文字のこういうやつが、はい、来るかと思ったんだけど、あ、なんて呼べるんでしょうかね。なんだろう、ストロング違うあれ、あの、サツキポロはあの帰国子女ですよねそれ、ごめん中学1年生みたいな回答書いてきましたね、今びっくりしました。アメリカに住んでる経験があったんで、アメリカに住んでる人、住んでた人の、そうだったんですけど、はい、はい、そんなんが統一になりました、うん、あ、ヤメンタツができちゃった。ただもうこれすごい接戦になりましたからね。本当ですね。まあ上がりやめないので、はい、まあ、吉田さんがまあ2色オールでほとんど並び、はい、うん、まあ、並びっていうか、まあ、1本もあるからまくりますね、うん、1万900点かあるんで、はい、あ、1万900点だからやっぱちょっと変わんないですね、うん、ちなみにこちら天杯やめ上がりやめかになっています。あ、あ、じゃあそうなんだ。気づかなかったです。知らなかった。はい、あ、でもやめなくてもいいんですか。やめなくてもいいですが、へ、これでも泉さん1000、2000になったんで条件が、はい、ちょっと楽になりましたね。1本場ついたので。嘘ですね、1000、2000届かないですね、うん、200点足りないですね。そうでしたね、5600点。ただ菅原さんが今度3着がちょっと遠くなりましたね。うん、うん、あ、ちっちゃい、さっき統一、あ、ちっちゃい 64E ですね、一番泉さん、うん、はい、64はいいです。あ、菅原さんこれで本一役で満願、はい、平茶じゃない、あ、ダブナンか、うん、はい、でもダブナンはもちもち、あ、ないんだ。さあ、初を仕掛けた大久保、今すごい勢いでローマン来てましたね、うん、あの躍動感に満ち溢れてました。いい射程になっています大久保。そしてこちらが菅原、ワンズを引いて、はい、これドラ引いたら相当強いですけどね、うん、泉さんの手、はい、闇点でいいっていうのはね、この状況ではすごい、うん、さあ画面菅原チートイも見えるのか、うん、ウーピン、あー、これ結構難しいかな、まあ、まあ普通はキューピンなんですけどね、うん、ウーピン1枚切れで、ウーピンが1枚切れてるから、パーピンが若干いいかなっていう、うん、はいはい、パーピン早めに切ってる人がいて、うーん、と、お、あんこになった。シャワポンだ。今もあれか、はい、吉田がプロはポンをしました。ウーワンは泣けない。今も2枚切れてるからね、2枚切れてるからドラ表示と、あ、はい、おー、ローマン嫌だけど行くしかないですね、うん、こうなると泉さん苦しいですね、チートイツでドラが浮いてる形なので、ドラから入ってくれないと、あ、パワーン仕掛けましたね、菅原。これでドラを引いても3枚引いても満貫ですもんね。はい、そうすると吉田さんはまくる、うん、これはきついね、どうなるのかも
あ、サブロフィンだとチーだったんだ。まあするかどうか。あ、これ3番切るとチーですね。チーして完了もんですね。菅原さん、これチーしますよね。さあ菅原、うん、しない。おー、そしかし、あー、でも上がり入んなくなっちゃった。これだと、あー、そうだ、E1 もない。そうですね。さあ吉田は、でもほら、まだ横に伸びるかもしれないのか。うん、ただこれサブローピン強いな。てか、これチーした。これ貫禄。あー、でもチーピンが通るから、あ、でもランピンも通りそう。上がりだけ見たら貫禄ピンの方が良さそうには見えますけどね。うん、貫禄ピン選択。これ同点ですね、吉田さんのサブローピンと、はい、このローピン、あー、天パクだ。ドラマ持ってきた、泉ここに来て。あ、でも3番通ってるんだ。そうだ、ローピン、でもローピン振り手なんですよ。本当だ。あー、あ、ね、あ、もういろんなことが起きすぎてやばいです。あ、これは上がり早ありますよ。ありますね。でもこれ E1 ね、これって、うん、これって足りなくないですか。どうですか。うん、すごい止めた。え、何これ、なんか見えてる、絶対すごい、はい、大久保ファインプレー続きます。なんか、うん、え、すごくないですか。あ、ローピンロンだ。あー、ここでもこれ大久保上がれなくなっちゃった。そうですね。ただ泉さんちょっと離れたんで、はい、まあそう。でも吉田さんがその分近づいたでしょ、うん、結構1万点差で、今のが2000、ね、3年前ぐらいの方がいいですもんね。7000点、ね、ほとんど差は変わってない。いや、動きました。なんだで、これあれ同点ってわけになるんですか。あ、違うか、同点にはならないか。神ちゃんですかね。日本馬だ、なんでもなかったです。うん、あ、泉さんまだ2着目だね。8000点差、マンガン。ああ、はい、同点は分けみたいです。はい、さあ、いろんなことがありましたけれども、ドラサーモアン、ここ今ドラドラになってました。そしてアクロヒロエちゃん、 あれ、ただ大久保さんがもし数万打ってると、はい、大久保さんトップでしたね、多分ね。そうですね、足りてないですもんね。本一ドラ5-2ですね。多分ギリギリ5-2は 5-5 で100点かわしてトップのままだった、はい、で菅原さんは4から4なんですよね。だから上がらなかった可能性もある、うん、そうですね、なんじゃなきゃって思ってたかもしれないですね。でも変わった瞬間だから、どうか、あ、まあそうですね。でもともと足りてないって思ってたら上がらなかったかもしれないですよね、うん、どうなってたかね、うん、それもちょっと。そうですね、ただ泉さんはもし見逃した場合は、うん、ダブロンだったんで、はい、結構助かりましたよね、はい、まあ、うん、そうですね、そこまで打点があったわけじゃないんですけど、うんうんうん、大久保さんすごいいいですよ、うん、菅原さんもね、チートイツのいいシャンテンなんですよ。はい、さあここに来てこのオーラス、吉田さんもいいシャンテン、でも泉さんもよくドラ引いて、はい、ローピング打たなかったなと思いますよ。そうですね、だって上がればトップで、振り点で、そうですよね、はい、確かに、うん、なんか不思議ですね。今日皆さん神がかってる止めがありますね、うん、うわ、一番嫌なとこだけど、とりあえず3万切り闇点でいいんじゃないですか。カンピンで、リャンピン出たらチーすれば。あー、しかし質問入りました。さあどうなる。サンピンのトイツは絶対に切らないよ。あー、テンパった、うん、来た、うん、菅原、まあ、ドラを切りたくないってことなのかな。ドラも切りたくないし、サンピンも切りたくないとかですかね。瞬間どっちに来るかってパワーの方がちょっと良さそう。ただまあどっちも2位置はまだないかなって感じします、ね、うん、で、うん、ウーピン積もっちゃったらローワンローワン行けばいいんじゃないですか。全然、いや、それはあります。あ、リャンピン、あ、こちら、あ、これ2差しテンパってましたね。さあ動いている、動いている。ただ菅原さんのここからポンポンはありますよ。あ、やっぱそっちで行きましたね。はい、これマンガンの方なんで。そうですね、
あ、初のシャアも。シャンピン。シャンピン。シャンピン。ちなみに。ないです。ないですね。ないです。缶はないです。はい、泉の手に1枚ありました。これでも菅原さん泣かないと三品短期でリーチしたかもしれないから正解だったかもしれないですね。チュン泣かないと三品短期リーチしてたんじゃないですか。あ、確かにそうですね。その可能性もありますよね。そう、大久保これは赤積もればいいです、ね、これでも大久保さん今度切れる牌がないです。確かに一応九品はでドラム切の可能性も全然あるので、ローピン一応ローピンポンの6球ピンっていうのも、あ、はい、わあ、できた、金満ですよこれ初で、シャーと初、シャンポンです。初も一枚ずつ切れてますね。はい、でも一枚ずつ言います。あ、これで9は通りますね。ただリーチして補充したら本当に地獄ですよ。リーチは絶対できない。絶対できない。いった、いやマジか、行きました。し大久保さあ菅原困った顔してました今。そうですね、すごい。あ、羽ワンテンポしてね、困った顔してました。もう全部行くしかない。さあ準備は整っている。これも泉さんは行きたくないですね。はい、吉田さんは菅原さんに上がられたら、はい、いやでも悩ましいな、うん、やめた。まあ、白からとかも、うん、ドラ、ドラ、まあもうさあどうなる。泉さんこれはいかないですね。現状2着で、もう2着で、もう2着 OK なんで、うん、まあ、菅原さんが上がった場合は3着だけど、もう4引かない。菅原さんが上がった場合っていうか横移動した場合、まあ、大久保さんからなら、大久保さんからだと、いや、その場合は菅原さんが初ならトップです。そうだそうだそうだ。安めならシャアなら、うん、泉さんのタナボタトップ、タナボタじゃない、なんていうの、ジョフノリ、うん、タナボタ、ジョフノリ、あれ、ジョフノリの方がいい言葉ですよね。はい、そうですね、そうですね、はい、そうです。日本語下手だった、やっぱ外国、アメリカ長いからしょうがないんじゃないですかね。長くない。さあもう条件クリアしている状況の中でどうなってくる？リャン、あ、すいません、リャンピンか、さあ吉田の今映像、まあリャンピンはさす、あ、でもそうか、リャンピンも危ないは危ないですね。ピン付きづらいですよね。はい、なんもない。ただ白が、白が、はい、一枚切れ短期だけ、はい、短期だけなんですよね。まあ一番通りそうだとは思いますけどね、他のを選ぶなら。ただ吉田さんは大久保さんに補充した場合は3着残る可能性があるんですよね。なるほど、うん、さあ、いろんな条件が加味されながら、そう、おお、どうなるのか、まだ2枚いますもんね、はい、も初とシャアもいますね。初なら E3 番って数えてないけど、どうなんだろう。ああ、E1 ここだ、ここに1枚ずついますね。わあ、わあ、シャアの方ですけれども2,000-4,000トイトイ本一役チューンですね、はい、2着ですかね、2着ですね、菅原さんが、はい、いやー、ということで動きがいろいろありましたけれども、うん、なんか神がかってる、いやでしたね、漫画のようなあれですかね、はい、でした、うん、目まぐるしく、そして神のように止めていくというね。さあ改めて感想ちょっともらいたいんですけれども、サルカープロ、はい、この曲、この対局ご覧になっていかがでしたか。そうですね、なんか本当こう4人ともなんかいい意味の持ち味が出てたかなと思いますね。はい、結構なんかまあ、楽しいっていうと変ですけど、まあ、見てる人も楽しかったんじゃないかなと思います、うんうん、特にこう後半につれて盛り上がりがすごかったですけども。そうですね、さあサツキプロをご覧になって感想いかがでしょうか。めちゃくちゃドキドキしました。はい、はい、
誰がだってこうなってこの菅原さんが2着になるとかも、うん、全然なんかどうなるかも全然分かんなくて、うん、めっちゃドキドキしました。そうですよね、はい、すいません、そして各社のこのね、はい、ちょっとこう菅原プロの羽マンも手になっているの時のこう顔とかね、お顔の表情とかもいろいろとこう心中いろんなことがあったと思いますけれども、さあこの後ですね、各メンバー選手の感想なども伺っていきたいなと思いますが、対局会場整うまで少々お待ちいただきたいと思いますが、さっきちらっとねお話ししましたけれども、佐々木プロはあのアメリカ住んでた経験もあるということで、はい、昔住んでました。はい、あ、もうできたって準備できたそうです、はい、さあそれでは対局会場を呼んでみましょう。木崎さん、はい、お願いします。はい、木崎です。では早速お話を聞いてみましょう。まずは4位の吉田プロからお願いします。はい、はい、まず対局を終えてみてどうですか。はい、あ、疲れました。もう1回あるんですけどね。はい、そうですね、まだ1回戦なんで、はい、まあ、でも素点のあるラスなので諦めずに頑張ります。そうですね、はい、あのエタク激しかったんですけど、ね、結構最後まで分からなかったんで、ちょっと最初はずっとハイパイも苦しくて、はい、まあそうですね、まあ、でもあの緊張してた割にはちゃんと打てたので、はい、自分がいつもの通り、いつも打てる通り打てたんで、はい、はい、次も諦めずに最後まで頑張ります。はい、はい、2回戦も頑張ってください、はい、ありがとうございます。はい、では3位の泉プロお願いします。はい、はい、対局を終えてみてどうですか。いやー、熱いです。熱いですか。いやー、本当なんか最後あのまあトモタンが上がってくれて、はい、まああのまあ2着ならそれはそれで OK だし、まあヒロエがトモタンから漫画上がってくれてラッキートップみたいなのとか、はい、どっちが上がってもいいやと、まあ最悪あの親の方の連チャンでもいいやっていうんで降りていたら、ね、ツモだけダメなんですよね。ヒロエのツモだけ一番嫌なんですよ、はい、どれ一番嫌なパターンに、はい、なっちゃいましたね。そうですね、でもですね、ね、まだ2回戦も全然あるので、うん、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。はい、では2位のあですか。はい、では2位の菅原さんお願い、菅原プロお願いします。はい、はい、対局終えてみてどうですか。いやー、数万引っ張ったならサブローマンに受けとけよこの欲張り目と思って、いやでもなんかそうですね、カンローマンに受けて泉さんからリーチ来て追っかけリーチ打った曲とかちょっと微妙でしたね。一発ラドラありだし赤ドラだからローソー引いたら面ピン赤ドラでいいかなって思ってたんですけど、はい、ちょうどなんかみんなローマンあの切りそうだなって思ったら濃い、私の濃い心がカンチャン玉店の漫画にさせてしまって、あで、そうですね、あのちゃんに吉田プロに3万打たれて、あーですよねと思って、白とかもさ1枚切れなのに掴んじゃうよねみたいな、ワイのせいと思ってちょっと下手だなって反省したんですけど、はい、もう最後見ようと、そうですね、あのトータンお願いやから流派を掴んでくれとか、まあ、シャアでもねあのリーチも出たんであれだったんですけど、はい、そうですね、まあめっちゃ難しかったですね。なんか精一杯自分なりに打とうと思ったんですけど、着方も難しくて、トンバとか本当になんか、はい、国士行っちゃおうかなみたいなばっかりだったんですけど、うん、まあまだなんかあのね話されたかなって、大久保さんに話されたかなって思ったところからちょっと平たくもなったような気がするので、はい、わかりますね、はい、2回戦も頑張ってください、はい、ありがとうございます。はい、では1回戦トップの大久保プロお願いします。はい、どうでした。お疲れ様でした。単に曲で親でいっぱい上がれたのは良かったかなと、はい、そうですね、はい、はい、でもその後は上がれずちょっと苦しかったんで、ちょっとオーラスも悩ましかったですし、そうですね、はい、結構ポイント最初の方持ってましたからね。そうですね、でも縮められて、はい、なんとか補充せずに、はい、ツモでトップ取れてまあ良かったんですけど、はい、差があんまないので、そうですね、はい、2回戦目頑張ります、はい、2回戦目頑張ってください。はい、はい、はい、では再開は15分後になるので皆様2回戦も楽しみにお待ちください。それではその前に CM いきます。はい、皆さんお待たせしました。はい、じゃあ、 1回戦お疲れ様でした。お疲れ様でした。2回戦を始める前にちょっと脳みそのトレーニング、はい、行きましょうか。ミニゲームこちらです。じゃん、10秒お絵かき対決。イエーイ。なんか
自分のことをこう画伯だ画伯だって言ってる人がどこ何人か何人かいますね。中央二人が画伯だだそうです。逆画伯で、これはあのチームに分かれてもらって一人が描きます。10秒でお題に沿った絵を、でもう一人が答えます。答えるのはワンチャンスです。はい、何度も答えちゃダメです、はい、そういうゲームなので、もうこの適当に今座っていただいたんですけど、この並びでこっちが A チーム、向こうが B チームっていう感じで、なるほど、はい、始めたいと思います。A チームから、はい、じゃあやりましょう。ごめんね、いいですよ。もう謝って、でも分かれてよかったですね。画伯分かれた。確かに。じゃあ分かりました。画伯じゃない方からじゃあ行きますか。はい、じゃあ外側から。じゃあここからお題を引いてください。はい、これこれ、はい、これ、はい、これですね。はい、じゃあ泉さんは目をつぶっていただいて、これをひろえちゃんに見せたらもう10秒スタートします。はい、10秒計ります。考える時間はないです。分かりました。1組ずつやるの？そう、そうです。はい、1組ずつ、はい、じゃあいきますよ。ひろえちゃんの A チームのお題はこちらです。じゃん、はい、スタート。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。はい、ストップ。10秒意外と短いな。これ伝わるかな。はい、お願いします。じゃあ泉さんも目開けていただいて大丈夫です。はい、これを見せて10秒以内に答えていただきます。はいはい、ヒントは2020年オリンピックの種目です。あ、なるほど。はい、はい、じゃあいきますね。はい、はい、よーいスタート。どう？10え、サッカー？ピンポン。めっちゃ上手。ちょっと簡単だよね。お題が良かった。あれだよ、絵が上手いんじゃない、何を引くかって。引きが強かった。引きの強さだった。でも我々クラスだとこんなボール描けないじゃん多分。でもこういうの描けます。じゃあ B チームいきます。 B チーム、じゃあともちゃんにじゃあ描いてもらいましょう。はい、書いてもらう。はい、あ、めっちゃの方だ。はい、じゃあともちゃん引いてもらって、はい、これにします。はい、じゃあください。はい、ともちゃんもなかなかの画伯だったかな。いや、私めっちゃ下手です。あ、それを画伯って言うんですよ。そうなんだ。画伯です。その組で、組ということで。絵上手い人じゃないんですね。いかに面白い絵を描けるか。いきますよ、はい、いきますよ、はい、よーいスタート。それちょっと無理だった。9 8 7 6 5 4 3 2 1。ちょっと無理ですね。6 5 4 3 2 1。ホイトップ。はい、お、じゃあ一回伏せていただいて、じゃあ彩乃ちゃんに見せたところで10秒スタートします。はい、はい、じゃあ見せましょう。よーいスタート、はい、ラグビー。おー、おー、早い。本気出しました。すごい、すごいじゃん。すごい上手、上手、ね、上手、上手、めっちゃ上手。練習はここまでだよ。画伯がいるからさ。あ、そうか。画伯、これからだよ。大人の時間は。いける。本当何引くかだと思う。本当に引きですよ。泉さん頑張って。これは引きです。あの罰ゲームありますからね。え、そう。そんなの聞いてない。罰ゲームもちろんありますよ。頑張ったから引き出す。はい。引きました。じゃあこれは視聴者の皆さんにも考えていただくために。準備、はい、ちょっとテレビにも隠します。あ、なるほど、はい、なるほどね。チラあ、いきますよ。はい、はい、よーいスタート。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。ストップ。はい、じゃあ教えていただいて。はい、なんか笑い起こってますけど。なんで言いたいんだわ。めっちゃ書いてた、めっちゃ書いてた。わかる、わかる、わかる。じゃあ開けますよ。はい、いいですか。はい、じゃあ、はい、見せたところで10秒始まります。はい、はいはいはい、せーの、スタート。10 9 8。あ、これいつ答えればいいんですか。もういつでも。成果、何なの。成果違う、種目じゃなくて。そもそも外れ。ハズレです。いや、サッカー、ラグビーと来たからなんかオリンピックの感じなのかな。オリンピックの種目って言ってたじゃん。あ、
種目ですけど、聖火ラン、それにしても聖火ランナー見える？あ、今バトンタッチしてんの？今、最後に火つけてるとこ。ね、皆さん分かりますかね。じゃあ正解、正解いきます。正解はこちらです。フェンシング。フェンシング、まあ、戦ってるでしょ、ほら剣道。答えを知ってる人からしたらすごい特徴を捉えてると思います。ちょっと戦ってるし、成果もともしてますね。そうよね、そうよ。ごめんなさい。わかりますよ、私もこのままで罰ゲームで座ったままで。はい、いきますよ。フェンシングのモノマネ3、2。え、ちょっと待って、誰がやるの？2人。あ、2人でやるの？チーム戦なんで。3、2、1。トントン、ポンポン。もういい。ありがとう、大丈夫です。ありがとうございました。私頑張ろう、私頑張ろう。じゃあ B チームでちょっと B チームの画伯行ってみましょうか。はい、ちょっとここは本気を。ちょっとなんで肩が。じゃあ、はい、引いていただいて。はい、やる気出しすぎて。はい、じゃあ、はい、ちょうだい、ちょうだい、ちょうだい。私はおめめを。はい、じゃあこれも、じゃあ視聴者の皆さんと一緒に考えていただきたいと。あ、じゃあそうしましょうか。じゃあ全員、はい、はい、ちょっとポリスだけは見ちょっと本当に相当プレッシャー、はい、これはちょっと、ね、そう、本当にですね。なんで優しい、やっぱ引きが悪い、ラス引きましたからね。これはちょっとね。はい、じゃあ10秒いきますよ。いきますよ、はい、ちょっと待って、スタートって言ってからにして、ちょっとあれなんで、はい、あの理解するまでにちょっと時間かかるかもしれないんで。スタート週ですか？私がスタート、私が、うん、スタートって言ったら、はい、はい、押します。了解です。そんだけ難しいな。いきますよ、はい、スタート。はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、終了。終わり終わり。はい、じゃあ伏せていただいて。い、結構自信作、これはやばいかもしれない。特徴捉えました、はい、これはマジでマジでやばい。種目をいっぱい思い浮かべてね。自分で思い浮かべてよ。わかった、はい、はい、じゃあともちゃんに見せていただきましょう。いきます。はい、よーい、スタート、はい、え、ちょっと待って、こっち向き。8、7、6、5、4、3、2、1。ナイクロードスイミングみたいな、あのナイキン。いいよ、いいよ、もう合ってるよ、もう一回言って、もう一回言って。そうよ、言って言って。シンクロナイクロードスイミング。おー、名前合ってる。これめっちゃ上手くないですか？上手い。犬神家みたいな。見てください、これめっちゃ上手くないですか？やばい、これ特徴を捉えた、うん、いや、逆さまにすればどうにかなると思って。そうそうそう。でもなんか向き間違えてると思って。間違えてない。ちょっと高めにしてみたいな。逆向きだったら浜辺歩いてる。すごい、なんか順調、順調だね。名前は思い出せなかった、なかなか。何、じゃあもう一回やりたい人。はーい。お茶でかよ。じゃあいいよ、いいよ。じゃあともちゃんにじゃあやってもらおう。あ、じゃあこれにしよう、これにしよう。じゃあ決まってる、決まってる。でも簡単かな。じゃあこれ、じゃあ見せます皆さんに。はい、はい、じゃあ、あやのちゃん目つぶっていただけますか？私いきますよ。はい、はい、10。え、誰が書くんですか？ともちゃん。え、私ですか？え、知らなかったんだけど。いいよ、5秒伸ばして。3、5、4。え、そんな無理だね。3、2、1、0、スタート。終了、終了、終了。ちょっと待って、私まだ。なんか書いてた。なんか、それが難しい気がする。難しそう。感性豊かに考えればいいです。想像力をね、そう、引きで見た方がいいかもしれない。引きでね。分かりました、分かりました、はい、じゃあ目を開けていただいて、はいはい、じゃあ考えていただきましょう。いいよ。え、なんかもうじゃんじゃん、はい、何でしょう。10、9、8、7。野球。あ、ホームベース。そう。はい、終了。野球じゃない。これ分かる人いるんですか？分かんない、分かんない、分かんない。ちょっと引きで、引きで、引きで、引きで。嘘。引きで見た方が分かりやすい。あ、分かった、これだ。ああ、これだ。でも名前は分かんない。あの、なんか部活してますよね。
みんなでやってる、やってます、やってます。そうスポーツクライミング、ロッククライミングとか。引きで見たら分かった。引きで見たら分かります。まあ、分かんないです。感性豊かな。まあでもちょっと一発目あの失敗したので、じゃあ罰ゲーム2人で岩を掴んでもらって、じゃあモノマネいきましょう。3、2、1、どうぞ。はい、ロッククライミング。もう途中から見ると分かんない。虫虫でのどんな、こんな。まあまあ、ひどい、ひどい、聞こえなかった、これひどい。え、もう終わりってこと？あ、まだやります。じゃあもう一回だけ、私やっぱ泉さんの絵が見たいです。泉さんの絵がどうしても見たいです。そんなに期待しちゃう。ちょっと待って、じゃあどうしようか、なんか面白いのあるかな。簡単なやつでお願いします。簡単なやつ、これ面白くないな。え、じゃあ3人で考えて。3人で、ね、ああ、ちょっとさ、はい、じゃあ、じゃあ泉さん帰って、もうチーム戦とかやめて、3人で考えよう。じゃあ、じゃあもう一人さ、ゆうちゃんもやってみよう。え、うち、はい、で、ともちゃんが10秒数えて、じゃあ、はい、答えるやつですか。うん、書く方、書く方、2人で書いてもらおう。2人で書く方、はい。え、待って、本当に、え、ちょっと怖い。大丈夫ですか。え、待って、結構あんま日本語わかんないんですけど、大丈夫かな。わかるやつが、日本そもそもの日本語の意味があんまりわかんない。あ、あ、大丈夫。あ、じゃあ、イメージ。イメージで。はい、はい、大丈夫です。じゃあ、綾乃ちゃんと、はい、そう、ひろえちゃんは目つぶっていただいて。はい、いきますよ。はい。お題いきますよ。これどうやって使うかわかんないですよ。あ、まあ、適当に自分で10秒数えていただいて。はい。親指です。親指です。お呼びですか。はい、もう見えちゃった。見えちゃった。いきますよ。はい、よーい、スタート。2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、終わり、終わり、終わり。終わり。なんかこれ放送できないやつになったから。やばい。どっちの方がやばい？ちょっと見せて、見せて。ちょっとちらっと見せて。なんか分かんない。あ、はい、ちょっと見せて、見せて。ちょっと画伯からいきますよ、やっぱり。え、画伯からいきますよ。ちょっとやばい。いい？はい、はい、いいですよ。はい、はい、いいですか、はい、はい。10秒以内に答えてください。はい。はい、柔道。ほら、え、すごい。レスリングかと思った。あ、なるほどね。でも戦ってる感じはわかるんだ。いや、私すごい。え、でもこれも、ゆうちゃんの方は、わかるよね。あ、でもか、ね、あの囲われてるだけ、やっぱ囲われてる。時間が囲われてない。あれ、ジュード囲われてる、囲われてる。あ、でも当たった。なんかでもすごい、すごい、すごいのは、あやのちゃん、いや、多分私ですね。あれ、あ、すごい、あとやばい。一回戦何位だったっけ。あ、4位。爪痕、爪痕残して。一瞬ちょっと怖かったです。カタカナって言ってたのに、あ、カタカナじゃない。嘘つきって感じでした。はい、じゃあそういうわけで、はい、2回戦、皆さん、はい、頑張ってください。ちょっと大丈夫、汗ばんでませんか。暑いですか。そう、だいたいこのコーナーちょっと汗かいて。ちょっと緊張感ほぐれちゃうんで、はい、しかもあの生放送でしか放送しないんで。あ、そうなんだ。そう、ネットとかホームページとカットされちゃうんで、うんうん、はい、ちょっと楽しかったですね。はい、2回戦も頑張ってください。はい、再開が10分後です。10分後に再開します。はい、お楽しみに。グループで会いましょう。